みんな半々ぐらいじゃない？そうだね、人生の半分ももクロって感じでしょ、うん、みんな。誰かがでも結婚したらやっぱ変わってくるよね、きっと何かが、うん。TBS ドキュメンタリー映画祭で話題になった作品が追加映像を含めた特別上映版として単独公開。桃色クローバー Z、 アイドルの向こう側。常に後悔のないような、結婚とかが現実的な年齢になってきて、来世でやります。ちょっとでも長く続けられたらなっていう、新しいアイドルの道を切り開いていきたいなっていうのは全く変わらないです。笑顔の天下を取りたいって。